はい、フローチャート漢方薬治療2の解説の続きです。 COPD には補充液等または人参用 A 等とあります。ページ44です。78歳男性、やや華奢です。 COPD で酸素ボンベを手放せない。大便のみ酸素なしで行くが、すぐにチアノーゼになる。まあ、トイレだけ酸素を外していくんですね。ともかく疲れて大変と訴える。そこで補充液と41を投与。4週間後にあれを飲むと元気が出て外出の意欲が出ると喜んでいる。その後人参用 A と108に変更。3年間内服中、今も元気。まあ補充液とも人参用 A とも人気剤です。疲れたっていう場合には使えるんですね。人参用 A との説明をします。生薬数は12。滋養、陶器、白術、伏量、経費、人参奥義、温治、芍薬、陳皮、肝臓、五味子となっています。朝鮮人参と奥義がありますから人気剤、朝鮮人参の作用を強めています。五味子があるので呼吸器疾患向けとわかります。生薬のポイントね。補充液等41は人気剤の王様。疲れるというキーワードでどんな症状にも処方可能。最古剤でもあるので、こじれた状態、小腰病気にも有効である。呼吸器疾患に有効な麦門冬、五味子などは補充液等には含まれていません。そこで呼吸器疾患向けの人気剤である人参用 A と108番の使用が一つの選択肢になります。人参用 A 等には五味子が含まれている。そして、朝鮮人参と奥義を含む人気剤です。ただ、人参用 A 等には滋養が含まれていますので、人によっては稀に滋養がお腹に胃に触ります。こう飲みにくい、ムカムカするっていうんですね。その場合には食後に飲んでもらっても結構です。レベルアップ。気管支拡張症や COPD で黄色い痰を出しまくっていれば聖杯湯90番です。呼吸器内科の管理による痰の問題がなければ補充液等を処方しています。漢方薬は生薬の足し算にて、ね、乱暴寝方をすれば何でも治る可能性があります。そこが魅力です。西洋医学的病名からではなく、疲れのような患者さんの訴えから処方して処方することも多々あります。まあ人参 4A 等は人気剤の呼吸器バージョンと覚えればいいので、まあ聖杯湯がね、黄色い痰が出るというのに比べればもう黄色い痰は出ない、でも疲れてしょうがない、ね、息苦しいなんていう場合には人参用 A 等を使っています。さあ、44ページのフローチャートは COPD には補充液等または人参用 A 等というものでした。